私が若い頃登った山には番人のいる小屋が極めて少なく、だいたい水に近い場所にテントを張り、飯を炊いて食事をしたものである。食べ物としては米、味噌が主で、味噌の実にはそこらに生えている植物を使った。缶詰類は重いので、せいぜい福神漬けか大和煮を、それもたくさんは持っていかず、動物性タンパク質は干しダラだった。飯を炊き、味噌汁を作った焚き火の沖に縦半分に裂いた干しダラを乗せ、あっちあっちと言いながら指でちぎって食うのである。満腹はするがちっともうまくないので、東京へ帰ったら何を食おう、あれを食おうと、第一日の晩から食べ物の話ばかりで、事実東京へ帰って腹を壊したりした。それでいて翌年の夏には同じことを繰り返すのだから、山の魅力は大したものである。いつだったか、本格的なアルピニストである I.A. リチャーズ夫妻と一緒に後ろ立山を歩いたことがある。籠川を入っていくと松の思想が咲いていた。暑い日で一度かなり参っていたが、リチャーズはこの花を見て、外側に雫が露になってついているカクテルグラスを思い出し、初日からそんなことを言い出すとはアウトオブフォームだと奥さんに叱られた。こうなると英国人も日本人も同じである。ところがこの旅で番人のいる唯一の小屋に罠で取ったウサギがあり、その肉を持参のバタで炒め、運び上げてあったビールで流し込んだ時、リチャーズは、こんなに贅沢な山小屋は世界中にないと感激した。この続きはまた明日。お楽しみに。